2012年2月21日、岐阜県御嶽町にある御座野という地区の側溝からあるものが見つかります。コンクリート製の蓋をされていたその雨水用の側溝。そこからはみ出ていたのは人間の足でした。見つかったのは白骨遺体です。死因は水死と見られました。衣服は身につけていたものの、靴は履いていません。愛知県警と岐阜県警は、この遺体は別の場所で亡くなり、何者かによってこの側溝に運ばれたと推測、死体遺棄事件だと考えます。果たして、この遺体の正体とは？事件から遡ること、約3ヶ月前の2011年11月7日、一人の女性が愛知県東海市から岐阜県内へと車を走らせていました。安田ひなえさん、当時48歳です。ひなえさんはこの東海市に夫と長男、長女の4人で暮らしていました。主婦業をこなす傍らキャリアウーマンでもあった彼女。2010年11月に東海市のリサイクル会社に入社し、社内では営業の旗振り役として活躍していました。裁量権も強かったのか、独自での取引も任せてもらっていたそうです。この2011年11月7日は、ひなえさんは会社に岐阜県の西部に営業に行くと告げて勤務先から車で出発しました。午後3時半頃、会社に彼女から1本電話が入ります。内容は何の変哲もない業務に関することでした。この後商談を終えて会社に戻ってくる。会社の人たちは誰もがそう思っていました。しかし、いつまで待ってもひなえさんは戻ってきません。自宅にも帰っていないようです。彼女は私物の携帯電話と会社から貸与された仕事用の携帯電話の2つを持っていました。職場の人たちやひなえさんのご家族は何度も彼女に電話をかけます。しかし、一切出ることはありませんでした。数時間前まで普通に業務をこなしていたのに、突然音信不通になるなんて、一体彼女の身に何があったのでしょうか。ひなえさんがいなくなった翌日の2011年11月8日、会社の人たちは契約していた携帯電話会社に連絡を入れました。電話機の位置情報を確かめるためです。すると彼女の携帯電話は意外な場所にあることが判明します。携帯電話の位置情報は岐阜県ではなく愛知県海津市から発せられていました。その後、2台の電話は壊れた状態で見つかります。また海津市と隣り合う三重県桑名市長島町の路上からひなえさんのクレジットカードや免許証が見つかりました。さらに失踪当日の11月7日夜、愛知県名古屋市中村区の路上ではこんなものも見つかっています。それは会社から彼女が乗っていった車です。異様な状態でした。車は車内のカーナビが壊されていたほか、消火剤が撒かれていたのです。複数の町から次々と見つかるひなえさんの痕跡。警察は何者かがこれらを捨てたに違いないと睨んで捜査を進めていきます。車の近くには盗み出された消火器が落ちていました。これを見て警察はこう考えます。おそらく何者かが指紋を消すために消火剤を車に撒いた。カーナビが壊れていたのも車の経路の発覚を恐れた人物が証拠隠滅目的で破壊した。彼女は事件に巻き込まれた可能性が高い。そして警察は3ヶ月後の2月21日、ついにその決定的な証拠をつかみました。そう、冒頭で発見された白骨遺体です。あの側溝に遺棄されていた遺体は安田ひなえさんのものでした。DNA 型が一致したことで本人と判明しています。誰がこんなむごいことをしたのか。ひなえさんは職場では面倒見も良くて性格も明るく、恨みを買うような人ではありませんでした。そこで警察は11月7日の失踪当日、会社を車で出た後に事件に巻き込まれたと推測、その後の足取りを調べ始めました。ひなえさんは会社を出る際、岐阜県西部へ営業に行くと言っています。実際に彼女は岐阜県各務原市へとたどり着き、ある会社に立ち寄っていました。警察はひなえさんと取引があったその会社を特定。2012年2月26日、同市内にあるプラスチック製造会社プロスワン社長の市川隆之、当時45歳と、和の内町にある某企業の社長松田匠を営利加害目的略取の容疑で逮捕しました。この市川と松田はひなえさんとどんな関係にあったのでしょうか。
実は日奈江さんは市川の親族が各務原市内で経営していた金属加工会社への営業を担当していました。そして1年ほど前から彼女の所属していたリサイクル会社は市川の会社プロスワンとも取引を開始しています。この経緯からプロスワンの担当も自然と日奈江さんになりました。さらに調べてみるとリサイクル会社とこのプロスワンとの間にある問題が起きていたことが判明します。一体どんな問題なのでしょうか。逮捕された後市川は弁護士を通じて絶対にやっていない、心配しないでほしいというコメントを出しています。自信満々に見えますが、果たして真相は。2011年3月、日奈江さんの勤めていたリサイクル会社は市川の親族が経営している金属加工会社から銅粉を仕入れる契約を結びました。銅が 60% 以上含まれているという銅粉を購入しています。しかしいざ届いたその銅粉の成分を調べたところ、含有率はたったの 16% しかないことが判明。リサイクル会社側は2000万円の返還を求める民事訴訟を金属加工会社に起こします。これが日奈江さんが失踪する1ヶ月前のことです。つまりリサイクル会社と市川との間にあった問題は金銭トラブル。日奈江さんは両者との窓口を担当していたため、市川は彼女に何度か電話連絡を入れました。しかししばらくは対応してくれていたものの、日奈江さんはやがて電話に出なくなってしまったそうです。俺にも意地がある、言いたいことがあると周囲に漏らしていた市川、やがてあることを思いつきます。一緒に逮捕された松田によると、事件のおよそ1週間前、市川から連絡が入ったとのことです。その内容はリサイクル会社に電話して社員を呼び出してほしいとの依頼でした。松田がその訳を市川に尋ねると、自分が電話をしても出てくれないからと返されました。20年来の親友である市川の頼みなので断るわけにはいきません。松田はリサイクル会社に電話を入れ、廃材の処分をしてほしいので社員に会社まで来てほしいと依頼します。こうして11月7日に商談が決まりました。当日の午後3時半ごろ、日奈江さんが松田の会社に到着します。松田はこの時駐車場で人が待っていると彼女に伝えました。この駐車場で待っているという人物というのは市川のことです。市川と日奈江さんを合わせる役目を果たした松田はそのままオフィスに戻ります。車内に戻ってから10分から30分後のことでした。駐車場から男性と女性の大きな声が聞こえてきます。さらには車が急発進する音やブレーキ音も響きました。松田が慌てて外に出ると、市川が乗ってきた車を含む2台の車が走り去っていくのが見えたそうです。さらに会社の従業員が日奈江さんが走って逃げている姿を目撃したとのことでした。実際日奈江さんの車もなくなっていました。何が起きたのかわからないまま翌日を迎えた松田。すると会社に突然警察がやってきます。松田は日奈江さんが来たかどうか彼らに尋ねられました。この時この男はこう答えてしまいます。知らない。自分の会社との商談と偽って呼び出したのですから、正直に答えるわけにはいかなかったのでしょう。駐車場で市川と日奈江さんを引き合わせてから起きたこと、それは陰惨極まるものでした。市川と思いがけず鉢合わせすることになった日奈江さん、そこにはこの男以外に3人の男がいました。彼らは市川の黒いワゴン車と白い軽乗用車の2台で松田の会社に来ています。取り囲まれた日奈江さん、男のうちの1人にスタンガンを当てられました。そして市川のワゴン車へと押し込まれます。車内で市川は彼女にこう言い放ちました。お前の会社に恨みがある。男たちは日奈江さんの両手を粘着テープで縛りました。そしてそのまま彼女を何回も殴ります。なんという卑劣な犯行。そもそもこの協力者たちはどうやって集められたのでしょうか。実は事件前、市川は知人の佐藤義雄という男に人集めを頼んでいました。悪い経営者がいるので懲らしめないといけない、報酬は支払う、関係者をやっつけたいんだ。こうして小島二郎、鈴木忠、韓国籍の張昇が集められます。市川は事前にこの3人と打ち合わせを開きました。そして現場には社長か、もしかしたら女が一緒に来るなどと段取りを伝えました。向
迎えた実行日、場所として指定した松田の会社にやってきたのは日奈江さん一人でした。社長ではなくても担当者に変わりはない。男たちは彼女を拉致しました。こうして警察は新たに小島、鈴木、長ら実行犯の3人と人集めをした佐藤義雄の計4人を営利加害目的略取と逮捕監禁の疑いで逮捕。これで一連の事件の逮捕者は計6人となりました。自分の会社が犯行現場となった松田はこんなことになるとは思っていなかったと共謀については否定しました。なお新たに逮捕された4人のうち3名から覚醒剤の反応が出たことが尿検査によって判明しています。彼らはそういったものが身近にある世界に身を置いていた人間たちだったのでしょう。全容が明らかになってきたこの事件、6人の逮捕者のうち最初に裁きを受けることになったのは誰でしょうか。最初に法廷に上がることになったのは松田拓海でした。松田は初公判で逮捕監禁なんて企てていないし、するつもりだったと聞いてもいませんと無罪を主張します。この男の初公判から間もなく、後に逮捕された4人の初公判も開かれました。こちらの4人は松田とは違って起訴内容を全面的に認めます。男たちは合計200万円の報酬でリサイクル会社の人間を拉致するよう市川から頼まれたと主張しました。松田と4人の裁判は次々と結審。懲役2年が求刑された松田には懲役2年、執行猶予4年が言い渡されています。拉致殺害計画を知らなかったことが認められたため執行猶予付きの判決となりました。それからすぐ実行犯4人の刑も決まります。懲役3年が求刑された張昇は懲役2年6ヶ月、小島と鈴木は共に懲役6年が求刑され、それぞれ懲役5年、4年6ヶ月が言い渡されています。そして人を集めた佐藤には懲役9年、罰金100万円が求刑されました。結果、懲役7年、罰金100万円が言い渡されています。全員実刑となった実行犯たち。裁判長は略取され数時間も暴行を受けた被害者は明らかに精神的、肉体的な苦痛を被った。結果は重大と指摘。佐藤については現場にいなかったものの果たした役割は重要と考えられたことが4人の中で一番刑が重くなった理由とされました。主犯格である市川はどうなったのでしょうか。目撃証言がなく、日奈江さんを車に押し込んだ時に使われたとみられるスタンガンも結局見つかりませんでした。そのため物証も乏しく、警察はこの男の殺人での立件を苦慮していました。しかし4人の取り調べや裁判の中で事前打ち合わせの際に市川がこんな発言をしていたことが明らかになります。俺がスタンガンと催涙スプレーで襲う。そして実際にこの男は日奈江さんにスタンガンを押し当てました。他にも様々な状況証拠が4人の裁判の中で浮かび上がります。日奈江さんをワゴン車に押し込んだ時、市川は実行犯3人にその辺りの堤防に行ってくれ、こいつを殺してやるからと言い放ちました。さらに後部座席に押し込んだ日奈江さんに暴行を働いたのも全員ではなく市川一人だけだったそうです。この男は彼女をぶっ殺してやると脅していました。その後市川は実行犯の一人に日奈江さんの車の処理を依頼、一人にワゴン車を運転させて愛知県江南市へと向かいました。運転担当の人物を市内で降ろした後は市川一人で日奈江さんを車に乗せたまま出発したとのことです。警察はさらなる状況証拠足り得るものを掴んでいました。遺体発見現場の側溝の近くで市川が電話をかけた形跡があることが分かったのです。こうした状況から日奈江さんを死に至らしめたのはこの男以外にはいないという結論に達し、立件できることになりました。絶対にやっていないと主張していた市川。しかしこの男こそ日奈江さんを殺害した張本人だったのです。市川の裁判では実刑判決が確定した4人の証言の信用性が認められています。裁判長は動機は理不尽な逆恨みだったと認定、被害者が受けた苦痛は想像を絶するものだった、行為に対する責任は最も重いと市川を断罪します。そして求刑通りの懲役16年をこの男に言い渡しました。その後市川隆之は控訴を上告しましたが、いずれも棄却。2015年6月2日に懲役16年が確定しています。勤務先では営業を取り仕切るほど仕事ができた日奈江さん、
トラブルの処理を任されていたのも会社から深く信頼されていたからでしょう。しかしその結果、子育てにも仕事にも一生懸命だった彼女一人が逆恨みを買う羽目に。そもそもの諸悪の根源は同粉の成分を持って表示した市川の方にあるはず。彼女の死は勤務先の会社にとって大きな損失となりました。この事件では市川以外の犯人はすでに出所しています。ただ、だからといって過去の罪がなかったことになるわけではないのです。